はい、皆さんこんにちは、くるです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。ということで、今回はこちらの沖縄シリケイモリのケージなんですが、この中で発生しております害虫、そう、アブラムシですね。アブラムシもうこのケージの前から戦ってるんですけども、1年以上になるかなと思うんですけど、未だに駆除できておりません。そのアブラムシが植物のどういうところによくついているのかとか、あとはどういう駆除をしているのかというところをご紹介していきたいと思います。まあ、まずは持ち込まないっていうのが絶対、もうそこですね。そこが一番大切なんですけど、持ち込んでしまった場合や持ち込んでないかなっていう確認するときっていうのは、どういうところを見たらいいのかなっていうところをご紹介していきたいと思います。はい、では早速見ていくんですが、右側面ですねの前にアブラムシは、まあ大前提としまして、葉や茎の柔らかい部分につくことが多いです。つまりは新芽ですね。新芽がやられやすいです。ではそれを前提に見ていきたいと思います。はい、まずこちら正面にあります峠芝なんですけど、これにアブラムシがついているところは見たことがありません。まあ、実際触ってみるとめちゃくちゃ葉が硬いですね。っていうところから、もアブラムシ的にもそんなに、まあ、好みではないんだろうなと思います。最も葉が柔らかいであろう上の部分を見てもやはりついておりません。というところからも峠芝は、まあ、つかないんだろうなと思います。次、こちらミヤマウズラなんですが、ミヤマウズラもついてるところは見たことがありませんね。やっぱり葉が硬いんでしょうね。これ新芽といってもこれなんでついてませんね。はい、では次上行きます。はい、ここら辺のシダ一帯なんですけど、ベニシダかな、ベニシダあたりは残念ながらつきます。ここもですね、ここ新芽、これとここと、あとこれも実は新芽ですね。ここはい、ここのシダの新芽なんですが、裏にいるかな、よく、あと葉の裏ですね、よく裏についてます。表についてることってあんまないんじゃないかなと思います。あ、一匹いますね。ここ見えますか、これです。黒いアブラムシです。ここで発生しているのはもう我が家でというか。そして次、ここのシダの葉の裏にはついてない。よし、茎にもついてません。最近は綿棒とかティッシュですねを使って潰してます。新芽なんでとても弱いんで、できるだけ傷つけたくないんですよね。っていうところもあって慎重にやってます。これもは大丈夫、うん。はい、では続きまして、これですね、めちゃくちゃついてるのがお分かりいただけるかと思います。こういう場合はまあやはり綿棒ですね、取って下に落とさないように。あ、取れた。こういう具合ですね。これそしてここもやはりね、新芽にめちゃくちゃついてます。 OK。 あと葉が密集しているところによく発生するようです。こういう密集して、もう葉が苔についちゃってるんですね、これ。なので歩いてすぐ来れちゃうという部分もあるんでしょうね。では続きまして、やや奥にありますこちら、シノブですね。時はシノブではなく、ただのシノブです。こっちのシダは大丈夫っぽいんで飛ばしております。シノブはですね、なかなかつきやすいんですよ。本当に葉は密集してるし、多分結構柔らかい方なんだと思います。葉が、はい、いましたね。まあ、の中でもやはり新芽とこれですね、ついてます。指で潰しちゃいます、こういう時は。っていう風にシノブはなかなかつきやすいです。そしてな、しかも見にくいっていうね。はい、続きまして軒シノブなんですけど、ここまで成長すると葉がだいぶ硬くなるので、そんなにつきません。まあ、つくとしたら葉の裏なんですけど、見た感じはついておりません。でも、ね、新芽はやはりつきます。この軒シノブの新芽に関してはつきますので、ご注意ください。ちなみにこの奥にもちらほらと軒シノブあるんですけど、ここにもついてないですね。まだ葉は小さいんで柔らかい方だと思うんですけど、ついておりません。あとちなみに豆蓋にもつきません。
ついてるところは見たことがありませんので、多分つかないんだろうと思います。はい、次こっちは鷹の葉裏干しなんですけど、これはねまあまあつくんですよね。ただ歯の大きいものに関してはついてないんですが、歯の小さいのやはり新芽あたりにはよくついてるのを見ますね。でも使われてる方ってそんないないと思うんで、ここはまあ大丈夫でしょう。こちら胃の元草ですね。胃の元草にはめちゃくちゃつきます。まあ新芽に限りですけど、ここまでしっかりと成長した歯にはそんなについてるとこは見たことありませんね。しかも胃の元草って結構密集するんですね、こうやって葉っぱが、っていうところもあるんでしょうね、やはり。でもこっちにはそんなついてないな。シリケンがなかなかかっこいい。いいね。はい、猪本草の下ですね、根元部分、ここ結構こういう風に密集しておりますので、ここにも新芽あるし、これもあるしっていうので、やっぱアブラムシの餌食になっちゃいますが、パッと見はいなさそうですね。割とこことかちょっと新芽出てきてるんですけど、今はついてないですね。いい感じ。こっちを見ていくと歯が痛めそうやな。これもちょっと新芽かな。ついてませんね。これもついてない。よし、今は今回はいい感じでした。よかった。では最後にここにあります姫の木しのぶですね。これはどうかな。普通のの木しのぶより小さいんで歯も柔らかいのかなっていう気はしたんですけど、ついてないですね。これはついておりません。はい、ということで本当にラストなんですけど、ここにあります軒しのぶ、この裏がやばかった。こっちじゃない方、これどうでしょうか。この通りついております。やべ、今めっちゃアブラムシ飛ばしちゃいました。っていう風に軒しのぶの新芽つきます。よし、 OK です。はい、ということでアブラムシ駆除完了しました。まとめますと、アブラムシは歯の柔らかい部分や茎、柔らかい茎につくと、特に新芽ですねにつきます。シダ植物は全般につきます。ベニシダ、シノブ、イノモトソウ、ノキシノブの新芽ですねによくつきます。峠芝とミヤマウズラにはついてるのは見たことがありません。あと豆ズタもありません。そして駆除方法としては、物理的にティッシュや綿棒を指で潰すと、新芽にできるだけ傷をつけないように、ダメージを与えないように行っております。他にも薬品は使えないですし、イモリがいるので、あとは牛乳で窒息死させるっていうのもあるんですけど、牛乳臭くなるよなというところもあって使ってません。あとテントウムシなんですけど、まあ、イモリが多分食べると思うので、プラスであと黄色い液体も出すじゃないですか、テントウムシって、っていうところもあって入れてはいません。はい、まあ、まずは持ち込まないというのが絶対ですね。なので購入した植物とか採取した植物に関してはしっかりと洗い流すというところが大切になってきます。はい、ということで少しでもご参考にしていただければ嬉しいです。本当にね、入れちゃうともう大変で仕方ないですから、気をつけてください。ではこれで終わります。ありがとうございました。またのご視聴をよろしくお願いします。